はい、皆さんこんにちは。卓球の物理学チャンネルへようこそ。今回も事例研究ということでやっていきたいと思います。今回取り上げるのはみんな大好き、私も大好き、オフチャロフ選手のバックハンドサーブ。大きな体をかがませつつ指導するこのサーブは彼のトレードマークともいえるものであり、卓球ファンの多くの方がご存知のサーブなのではないでしょうか。一応ご存知ない方のためにここで一度実際の映像を取り上げていきたいと思います。まずはそちらを確認していきましょう。 Not give any sign that he's going to the forehand side. Right into the body, setting it up well with the serve. Dima following in for that third ball attack. こちらの映像のようにバックサーブでありながら自身のフォア側の立ち位置から放つというかなり珍しいタイプのサーブとなっております。この立ち位置からのバックサーブを操るプレイヤーはほとんどいません。なぜならシンプルに自分のバック側を大きく開けてしまうため、レシーブで狙われた時に対処するのが非常に難しいからです。しかしそれでもオフチャロフ選手はこのサーブを自身の武器として使いこなすことができています。それは一体なぜなのか、今回はそのあたりを見ていきたいと思います。今回はこちらの目次に示すような内容で話を進めていきたいと思います。それでは本編に入っていきましょう。フォア側からバックサーブを放つメリット、その1、ジャイロ回転を含めたサーブ展開。まず一つ目のメリットとして、このバックサーブからのサーブ展開にジャイロサーブを組み入れることができるというのがあります。ジャイロサーブとはボールの回転軸が相手の方を向いた状態で相手に向かっていくような回転を持つサーブのこと。サーブがバウンドするとき、ボールの回転速度が最も速い赤道部分がバウンド面に接することから、バウンド前後でボールのスピードや進行方向の急激な変化が期待できます。ジャイロ回転のボールがバウンドすることによって起こる変化の方向は横方向。変化がレシーバーの想定以上であればレシーバーの体勢を崩すことができ、また横下回転や横上回転などと織り交ぜて打つことでボールの変化の度合いを変えることができ、レシーバーを揺さぶることができると考えられます。ちなみにですが、この回転の赤道部分をバウンドさせることで急激な変化を生むサーブは3種類。1つ目は真上回転のドライブサーブ、2つ目は真下回転サーブ、そして3つ目がこのジャイロサーブになります。ドライブサーブはバウンド後急激に伸び、真下回転サーブは急激に止まる、そしてジャイロ回転サーブは急激に曲がるとなります。そしてこの横方向への変化を最大限生かすジャイロ回転を生み出すためには、サーブの横への進行方向とボールの回転による変化の方向を一致させる必要がある。バックサーブの一般的な立ち位置はバック側ですが、ここからバックサーブを放った場合、たとえジャイロ回転を出したとしてもボールの横への進行が回転による変化によって相殺される形となり、レシーバーとしては変化を体感しにくいボールとなってしまう。よって横方向への変化を強調するならば、フォア側からバックサーブを打ち、ボールの横への進行方向と回転による変化の方向を一致させる必要があります。まずこのジャイロサーブ自体が強力な武器になり得るとともに、ジャイロサーブという選択肢がサーブからの戦術にバリエーションを与えうるというのが、フォア側からバックサーブを放つメリットの一つです。フォア側からバックサーブを放つメリット、その2、右対右における3球目攻撃の意図を明確化。一般に相手のフォア前へ逃げていくようなサーブは、いくつかの理由によりレシーブコースを限定しやすくなっております。理由としては大きく3つ。まず1つ目はストレートとクロスの距離の違い。クロスの方が単純に距離が長いので打球が台に収まりやすいということ。2つ目はレシーブするときの体の向き。フォア前の打球に対して利き足を踏み込んだ時点で、体の正面が自然とクロス方向を向いてしまうこと。ここからストレートを狙うためには手首を開いたり、ボールをより引きつけたりといったプラスアルファの工夫が必要になってきます。そして3つ目は回転の影響。横回転の影響によって、たとえストレートを狙っていてもボールがクロス方向へ飛びやすくなっている。これらの理由によって、相手のフォア前へ逃げていくサーブというのはレシーブコースを限定しやすく、3球目からの展開を構築しやすいサーブと言えます。しかし通常、右対右もしくは左対左では、相手のフォア前へ逃げていくようなサーブを打つのは難しい。その理由は仮にそのようなサーブを打とうとした場合、サーブを打ち出す場所を自分のフォア側としなければならないためです。これを解決する手段としては、台の中央付近からの YD、もしくは巻き込みサーブ、またはフォア側に立ってのバックサーブが考えられます。そして最後のフォア側に立ってのバックサーブが今回題材として取り上げているオフチャロフ選手のサーブになります。ちなみに横回転というだけならば、フォア側に立ってのしゃがみ込みサーブもいけそうですが、先に説明したジャイロ回転はラケットを切り上げることによって出しやすいサーブであるのに対し、しゃがみ込みサーブはどちらかというとラケットを振り下ろす構造のサーブであるため、横回転は出せますがジャイロ回転は出しにくいと考えられます。フォア側からバックサーブを放つデメリット、バック側が開く。デメリットとしては何と言ってもこれです。自分のバック側が開いてしまう。いくらレシーブコースを限定しやすいとはいえ、あくまで限定しやすいというだけであって 100% ではない。そのためバックハンドが弱ければレシーブする側としてはレシーブの質が多少落ちたとしてもそこを集中的に狙っていくことになります。ここについてはあまり掘り下げることもないので、さっさと次に進みましょう。オフチャロフ選手がデメリットを解消できる理由。
このバック側が空くという最大のデメリットをオフチャロス選手が解消できる理由としては大きく2つ考えています。一つは持ち前の体格の良さ。大きなストライドで移動できるフットワークに加え、リーチも長いため仮にレシーブがバック側に来ても難なく対応することができる。そしてもう一つは彼がバックハンド自体を強みとしていること。たとえレシーブで遠い場所をついたとしても的確にバックハンドで対処できる力があります。おそらくこの2つが揃っていないとこの位置からのバックサーブを高いレベルで使いこなすのは難しいのではないでしょうか。特に体格リーチの影響は大きいので、基本的に小柄な日本人にはあまり向いていないサーブなのかなと当チャンネルでは考えています。Not give any sign that he's going to the forehand side. Right into the body, setting it up well with the serve. Dima following in for that third ball attack. ということで、今回はオフチャロス選手の代名詞であるフォア側からのバックサーブについて考察を進めてきました。今回の内容が何かしらの形で参考になったのであれば嬉しく思います。今回の分析に関連した卓球の物理学のブログ記事及び YouTube 動画へのリンクも合わせて概要欄に記載しております。ご興味のある方はこちらもご覧になってください。このチャンネルでは卓球の理屈の部分を理解することが練習での戦術構築や試合でのメンタルにプラスの影響を与える一つの要因になりうるという考えのもと、理論ベースの発信を展開しております。ご興味のある方はチャンネル登録をお願いいたします。今回の内容があなたの戦術理解、戦術構築に少しでもお役に立てれば嬉しく思います。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。